ケルナベ、ケルナベ、カーナベイは中世のリトアニア大公国の首都で、現在ではリトアニア南東部のビリニュス郡、シルビントス地区自治体に属する。今日では人口318人、1999年時点に過ぎないが、高校遺跡の残る観光地となっており、2003年にはケルナベに国立文化保護区が設定され、翌年、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。ケルナベは、ネリス川とパジャウタ渓谷の屈曲部、ネリス川右岸のネリス断球上部に位置している。歴史的な丘の上塞のある地域が近く、都は 21km、ビリニュスとは 37km 離れている。高速道路にも近く、ビリニュスカウナス線との距離は 18km、ビリニュスパネベジス線とは 17km である。 ネリソ川を利用して、ビリニュスからケルナベに旅することも可能である。ケルナベは、地方行政区画の一つの中心であり、南部は自然保護区に接している。ケルナベ地域は控えめに見ても、旧石器時代末期には定住生活が営まれていた。集落群は中石器時代や新石器時代に入ると、著しく増加する。 町への言及が最初に確認できるのは1279年のことである。ケルナベはその年にリトアニア大公国の首都としてドイツ騎士団に行為されたのである。1390年に騎士団は城も含む建造物群もろとも町を焼き払った。この襲撃の後、町が再建されることはなく、残った住民たちは他人に残らずに他の頂上に移住した。 時代が進むと都市の遺跡は土に覆われ湿った泥炭地のようになった。これによって遺跡は損壊することなく保存され、考古学者たちにとっては貴重な考古資料を提供している。この点からケルナベをリトアニアのトロイと呼ぶ者たちもいる。実際2002年にケルナベ国立考古歴史博物館がワルシャワで主催した初の国外展覧会の名称は ケルナベリトアニアのトロイであった。一体は、1826年に、ロマンティックな作家であったが、小説、リズデーカの娘パジャウタ、ポジャタ、と創チャリズデリッキーの中でこの地域を描き出した、ことで、19世紀半ばにより広い層の関心を集めることになった。丘の上の城塞は、タイスキックス兄弟が発掘を行い、1859年にはも、発掘した。 第二次世界大戦後の発掘作業は、1979年にビリニュス大学の研究班が再開させた。1980年から1983年にかけてはリトアニア歴史研究所が発掘を行い、2003年にはケルナベに国立文化保護区が設定された。今日の聖堂は、旧聖堂の敷地に隣接する形で建てられている。 旧聖堂の石杖は1739年に発掘されたものである。この木造聖堂は1935年に,に移された。1930年にビタウタスの没後500周年を記念して建てられたコンクリートの記念碑は1420年に建てられたビタウタスの聖堂を記憶に留めるためのものである。15世紀から19世紀までの古い聖堂群の地下に ケルナベの人々が埋葬されている。二つの礼拝堂が近隣に建っている。木造の型の礼拝堂は地元の建築様式の霊章であり、十三世紀末にカーネベルエステートに建てられたものがケルナベの教会に移されたと考えられている。十九世紀末には聖堂は倉庫に使われていた。九百二十年に新しい聖堂が建てられた。その際に、 聖堂の一部でなくなった礼拝堂は廃れてしまったが、1959年に修繕され、1993年から1994年にかけて元通りになった。現在、その礼拝堂は、ケルナベの教区に属しており、木造聖堂の彫刻の展示に使われている。19世紀に遡る、レンガ作りの礼拝堂には、ロメル家の礼廟がある。この礼拝堂が、 1851年から1856年にかけて地主のスタニスラウロメル、スタニスロウローマーによって建てられたためである。この小さな礼拝堂は、レンガと漆喰で建てられており、後期古典主義様式の建物だが、古典主義には珍しく平面図は八角形である。内部では床に穴が開いており、クリプト、地下室につながっている。棺がその中に埋められ、レンガで囲まれていた。 礼拝堂の内部には、生産台の石造りのテーブルが現存しており、側壁図体には黒いチョイスがある。壁には、ロメルケ代々の名前と家紋の入った記念の飾りがある。第一次世界大戦後に一度廃れたが、1959年と1987年に修繕された。現在、礼拝堂は、ケルナベ教区に帰属している。どちらの礼拝堂もケルナベの高校。 歴史保護区内にある。現在の新しい聖堂は1910年から1920年にかけて建てられたもので、ネオゴシック的な要素が主である。1980年代にクリバイティスが推した、モンセニョール・チェスローバス・クリベイティス主導のもと、教会墓地の手直し、新たな門の建造、生産台や内部の修復等が行われた。教会墓地は、 芸術家のドビガ・グリジアットによってアレンジされた十字架の道行きで飾られている。墓地にはキリスト教家600周年とケルナベの長文献で言及されるようになってから70周年になることをそれぞれ祝う二つの記念碑が建てられている。最初の記念碑はロと剣を描き、異教からキリスト教への改修を表している。二つ目は、シモンの間に立って剣を携えた騎士で、 町の紋章の主要部分から取られている。どちらの記念碑にも石スが組み込まれている。司祭、作家にして、ケルナベシ研究の推進役であった、ニコデマス・スフォグズリーズ・ミルジーナズは、700周年、記念碑のそばに墓がある。聖堂には、聖三代それ自体、2枚の絵画、2つの彫刻、3つのステンドグラス、鐘など、素晴らしい美術品が残されている。 ネオバロック様式の生産台は、側面の振動にある。その中央には、マリアの絵があり、両脇には、円柱と、聖ペテロ、聖パウロの彫刻がある。他にも、小さな彫刻があり、マリア、二人の天使、二人の聖人をかたどっているが、すべての彫刻は、バロック様式に属している。中央の振動の生産台には、マリジャスキャプリリンという絵画がある。 これは1816年に聖母子、父なる神、一羽の葉と精霊を描いたものである。これとは別に、油彩が 143x104cm の聖母子像もある。そこに描かれているのは、マリア、イエス、子羊で、背景には、ヨセフ、上空には天使たちが見られる。他の美術作品には19世紀初頭に遡る。 小さな生産台や2枚のステンドグラス、18世紀に、遡る1枚のステンドグラス、17世紀の鐘などがある。鐘は、新中製で直径45センチメートル、鋳造は、ビリニュスで行われたものである。1980年代にクリバイティスの尽力で、伝統的でない様式の司教館が建設され、周辺が整備された。司教館の中では、 教区民の生活の様子が展示され、歴史的な遺品や生遺物なども展示されている。旧市教館でも1987年に遺跡に関する遺物、サクリマントルレリックスに関する展示室が開設された。教区会館では、世界大戦前の鉄の狼、アイアン、ウォルフの彫刻が再建された。教会の文化活動は、ケルナベにおける文化的。 歴史的な生活に多大な貢献をしており、町の中心部から境界には幅の広い舗装道路が敷かれている。ケルナベ小学校ザ・カーナベイプライマリースクールは1929年に建てられた2階建ての校舎である。ここでは1930年12月28日に教師 J ソシャナズが最初の博物館的な展示を行った。 彼は1941年6月14日にソビエト連邦政府によって追放されるまでこの学校での教育、文化活動に人生を捧げていたが1943年10月17日にシベリアで亡くなった。1998年に学校は元通りに修復され地元の議会はその名前を彼にちなんでユゼス・ソシャナズ小学校と解消することに決めた。 1999年には小学校が、2000年にはケルナベ博物館が、それぞれ創立70周年を祝った。ケルナベの古い建造物群は、ビリニス通りとクリベイキスキー通りで、特によく保存されている。逆に、町の中心部では、第二次世界大戦後の建築物が主である。集落は、周辺環境の自然美ともよく調和している。町の南には、 広古、歴史保護区や、ネリス川両岸の素晴らしい景観が広がっている。一帯に保存されている古代から近代までの長い歴史をとどめる様々な遺跡や建造物が世界遺産に登録されている。文化遺産としてのカテゴリーは、サイトであり文化的景観と位置づけられている。主な登録対象は以下の通り。観光客は、ケルナベの観光案内所で、 祭事や周辺の観光名所に関する最新情報を得ることができる。夏のケルナベは活気にあふれている。リトアニア国内、国外を問わず考古学者、学生、修学児童たちが参加する考古学的な探検イベントは2008年時点で20年以上続いている。ケルナベは伝統的なの祭りでも有名である。 早くも1967年には大学生の一団が最初のラサの祭りを開催しており、これが後に伝統になった。数十年もの間、祭りは魂を清らかにするだけでなく、ソビエト連邦の強制的な入植や国民意識に刻まれた屈辱に抵抗するためのものでもあったのである。当然、祭りを禁止しようとする動きもあったが、うまくいかなかった。ケルナベは、 ミンダウガスの体感の日とされる7月6日の国民的祝典でも知られている。その日には祭りが行われ、中性的な職人芸、模擬戦闘、民族音楽などを見聞きすることができる。職人たちは近隣諸国やバルト海周辺からやってくる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。